半間岩先生です。 FX の投資の投資方法はそんな全然難しいことないんです。ニュースなんかの情報は全く当てになりません。そんなの聞いてんのパークリンだけです。知恵送りがやってることでね、そんなもん聞いていきません。分析が大事です。自分で調べることですね、社会情勢をねっていうことなんですよ。で、これ見てわかりますか？勝率 82%、 このシグナルで勝率 82% で平均利益ピップスが4459って出てます。データがね、わかりますね。一回シグナルがこれ出てこの通り投資してね、11回出てんです現在までね。それで平均で4459ピップス稼いでます。それ引くスプレッドですから4439ね、ピップス平均で稼げてるわけです。このシグナルからね。30日です。これデイトレーです。1ヶ月間の投資でね、ここの矢印から1ヶ月後です、これ。わかります？これもシグナル出てからね、次の決算がこの丸ですね。1ヶ月後になってます。あ、こっちですね。あ、こっち、こっちはこっち。で、こっちはこっちですね。これはこんな負けてるわけですね。こっちはこう勝ってるわけですね。ということで、FX の場合は、幅を取りましょう。幅を取りまして、投資数を少なく、一線通貨でたくさん投資しましょう。いろいろあるんです。いろいろございまして、ね、このようにね、分析出てまして、白文字になってるのは分析出てるんですね。で、まあ1万ロットでいいんですけど、今資金数ちょっと少ないですからね。で、シグナルが出てから投資しましょう。そうしますと、ね、平均4459ピップスも稼いでるんですね、これね。見てください、これ。こっからこう、平均でこんな稼いでるんですよ。これは稼ぎないですね。それでね、ドバーンと上がったり上昇、暴落ありますから、1ヶ月間のトレードを見てください。1週間でこんな上がったり下がったりします。ね。あ、これは違うか。これは分析のあれだけども、ね。全然ボコーッと上がったりします。こんなのね、ドバーンとこんなに変化するわけですよ。一日でね、暴落。ね。バーンといっちゃうんですね。それで、これ見てて4459ってね、ストップとリミット1対1にしましょう。ね。見てください。4459ポイントを取ってますでしょ？ね。そのようにして、このように1対1にしましょう。幅をね、片方ストップリミットが違うと、後でよからぬ行動することがあります。自信がないんですか？ 1 対1で。上上がっちゃうんですか？逆にいっちゃうんですか？そういう時は打たないでください。自信がある1対1の勝負ですね。それが大事なんです。これね、ストップとリミットこうでしょ？これは損切り。これがリミット、ストップですね。こっちぶつかっちゃったら負けですね。大損ですね。下行ったら、解くとね。で、時間これでです。1日のね、1本線がね。だからこれで4000分析してんですね。365日だから10年分の分析ですね。ちょっと長いかな。
365日だからね。まあそんなことですね。365日でね、投資しましょうというね、10年間の分析ですね。これはね、簡単なんです。この平均利益ピップスをストップとリミットの幅にするんですね。ポイントにするんですね。出てきたデータのね。で、勝率が 82% ですよと、現在のね。そういう方法で投資します。ね、ストップ、リミット、平均でですから。ね。そんな難しいことはありませんということですね。お教えしました。FX 投資。インジケーターが大事です。この分析データが大事です。今まで、儲かって10年間で儲かってるね、このシグナルなわけですね。それに合わせるということですね。ただそれだけです。投資していくだけです。この決算時間ね、この丸が決算なんです。これが出てから30日後。30日後、勝負つかなかったら決算しましょう。ね。そういうことですね。どうもありがとうございます。簡単なんですよ。